明治維新以来わずかに70年、その間国力は発展し文化は躍進して、その昔東海の一小東国は今や世界の日本となりました。とはいえ我が国は今空前の重大時局に遭遇いたしております。東亜全局の風雲は果たして何者を我ら日本国民の上にもたらし来たるでありましょうか。実にこれ日本民族誕生以来、日本公国開闢以来、今だかつて経験せざるほどの国家飛躍の機会に直面しているのであります。その時に際し我ら国民にとり最も大切なことは何でありましょうか。それはまず我が国民が真に我が国体を知ることであります。我が公国の世界に冠たるゆえんが何であるかを正しく知ることであります。言葉を変えて申しますならば、万世一系の皇室を中心に我ら国民が幾千年来順法し伝った神ながらの態度、すなわち万法無比の行動を正しく理解認識することであります。国民が清く正しく明るい誠の心を持って心とした日本建国の大精神に立ち返ることであります。これぞ昭和維新の大業に馳せ参じ、天上無休の幸運を付与し立てまつるべき我ら国民の最大急務であります。天地悠久幾千年の昔、高間ヶ原の主にて増しました高祖天照大御神は、差し昇る朝日のごとき広大無限なる神徳に光り輝き賜いつつ、高尊二義の御事にいとも尊き神勅をお下しになりました。豊橋原の地を秋の水穂の国は、我が海のこの君たるべき国なり、よろしく今しすめみま言って知らせ、先くませ、天津棺の栄えまさんこと、まさに雨土と極まりなかるべし。この進捗こそ、実に我が大日本帝国の平和的道義的使命をお述べ遊ばされた、世界史上空前絶後の大宣言であります。偉大なるかな進捗、世界の歴史に名をとどめたあらゆる帝王偉人の言葉を調べましても、格のごとき大宣言は他にないのであります。そしてその進捗こそ、
尊厳極まりなき我が国体のよって立つ礎であり、天下の大道たる我が行動のよって来たる源であります。高祖アマテラス大御神はこの進捗と同時に、八田の鏡、雨の村雲の剣、八坂にの勾玉、すなわち三種の神器を高尊に二義の御事にお授けになりました。これぞ我が天上無休なる天津棺の行為のいとも賢き見しるしであります。手の内宮、すなわち高大神宮こそ我が広国唯一絶対の創始として、賢くもこの鏡を見ること我を見るがごとくせよとのご進捗のままに、八田の御鏡がとこしえに静まりたむを我が国神社の中心であらせられます。また終わりの熱田神宮は、大和たけるの御事の日、家康姫の御事によって草薙の御剣、すなわち雨の村雲の剣を追いつき祀らせられた御社城であります。源当氏幾千年、万古不息の国体と輝く行動とは隠して、陶器神代の古に尊くも開けたのであります。一系連綿として天地と共に極まりなき天津棺の御栄えは、かくして住めら御国の無休発展、すなわち道義世界建設の大使命を約束し、さらに我ら日本民族の名において、アジアの空に永遠不滅の光を転じたのであります。国民たる者、国体の尊さありがたさを思うて、誰か感奮しないものがありましょうか。られました。これすなわち我らの皇室が大業を世界に広めたもうべき、皇道発揚の第一歩であり、民族発祥の一大政治であります。日向の西臼杵郡高千穂町一帯の地方が、昔より謙遜に右の御事の初めて天下らせられました高千穂の峰であると申し、古い御屋城や大昔の遺跡がたくさんあります。あるいはまた、日向大隅の境なる東霧島山付近一帯の地方であるとも申します。義理の御事が国を遊ばされた際、朝日の忠さす国、夕日の日照らす国、意図良き国ぞとお褒め遊ばしました通り、これらの地方はいずれも土地が高層雄大で、風景が優れて美しく、中にも薄木高地方郷のごときは、湧水神秘さながら太古の趣があり、人をしておのずから神聖の感を催さしめます。屋根に地義を持つこの地方の農家の家づくりには、大昔の世の趣があり、また、両高地方のほぼ中間なる西都原にある多くの古墳は、古き時代の日向文化を物語っております。そして、霧島高地方一帯には、雄大なる霧島火山群が連なり、近く眼前に展開する鹿児島湾上には、風光絵のごとき桜島火山があり、常にかすかな白煙を大空に上げております。また、臼杵高地方の西北には、世界第一の小ある、阿蘇の大火山がそば立っております。数千年の昔、万丈の火炎が天を焦がしたこれらの大火山の豪壮な活動は、我らの祖先の
的感情にいかに深き感動を与えたことでありましょうか。我らの祖先が八坂の旅への出発に際、熱と力と正義と光明との大生命力、強く強く正しく明るい民族性をこれらの火山より多分に受け入れたことは争われない事実であります。ミニギの御事以来、本古彦ほほでみの御事、本孫古賀谷吹き合図の御事を経て、神武天皇に至るまで御三代の神々が高千穂宮にいらせられ、そしてその地方に関さりたまいました。薩摩の国江ノ山の御ささぎは天孫に右の御事の御領であります。そして寛平大社霧島神宮は御事の御神霊を慈き祀る御社で、霧島国立公園の一角、桜島を眼下に見下ろす景勝の地に鎮座あらせられます。大隅の国加賀の山の江の御ささぎは彦穂穂出美の御事を葬り立て祭り、五稜の南数里の隼人町なる寛平大社鹿児島神宮は御事の御神霊を御祭り申し上げた御社であります。同じく大隅の国平野山の江の御ささぎは宇賀谷吹き合図の御事を葬り立て祭るところでありまして、清い流れを隔てて排する岩屋の中がその御領であります。優雅の南端太平洋に面して御事の神霊を鎮め祭る寛平大社宇土神宮があります。荒海に臨んだ一大岩窟の中なる比類なき御社、いとも尊く拝されます。以上、近代の三五稜三神宮を巡拝し立て祀れば、何人も明治天皇が教育直後に仰せられました通りに、我が高僧高僧の国を始めたもうこと公園に、徳を立てたもうことの信仰なるに関係しないものはありません。深谷吹き合図の御事の恩子こそ、仁王第一代神武天皇であらせられます。天皇は御即位に先立ち、今の寛平大社宮崎神宮の位置にあった宮崎の宮で、ことのりを発せられました。我聞く銀河氏の方によき国あり、青木山よもをめぐれり、その地こそ国のもなかにして天行を広むるにさらん、なんぞ行きて都せざらんや、かように仰せられ、三種の神器を奉じ、皇族軍神を従えたまい、その地よりご出発、船を秘密の浜からお出しになりました。それより御前の御さえ、福祉の岡田の宮へ、秋の江の宮へ、それから吉備の高島の宮を経て、今の大阪湾すなわち何はずにいらせられ、合計伊勢の御事が矢に当たって傷つかせられ、ついに金の国でお隠れになると、また数々のご難儀を遊ばされました。各地土地を坂松熊の灘に入れさせられ、城の岬を回って熊野の裏にご上陸、それより三角十条たる熊野連山を越えたまい、九州ご出発以来実に6年の歳月を経て、大和平野に本意で遊ばしたのであります。熊野の裏から吉野への本日筋は、今の吉野熊野国立公園に寄港でありまして、あるいは黒潮たぎる潮の岬に、あるいは絵のような勝浦の入り江に、あるいは百条の白布をさらす那須の大滝に、あるいは今なお太古の趣あるトロ八丁に、あるいは原始林にうるまる大和連峰に、
造形に優れているだけ、精が検査で当時の今日すぐのご困難は想像にあまりあるものであります。平らげ、ついで根木山の東南、ただいまの寛平大社柏原神宮の地に都を建て遊ばすことになりました。その時の御事乗りに我東に御行きしてよりここに六年、天津神の御勢いをこうむりて仇ども殺されぬ、まさに山林を開き払い大宮を治め作り、慎みて高見蔵に臨み、もって大見宝を沈めん、しかる後に国の内を兼ねて都を開き、雨の下を覆いて家と千もまたよからずや、かのうねひ山の辰巳の住み、柏原の地は国のもなかならん、都作るべし、と仰せられました。雨の下を覆いて家となす、八甲を覆いてうとなす、この御事乗りは異なった民族とも聞いて姉妹となり、天下を一大家族として平和の楽しみを共にしようとの雄大にしてかつ恩に尽くしみ深き大御心であります。世にこれを八甲一宇の御事乗りと申し、高祖天照大御神の天上無休の進捗とともに、国民の特に記憶すべき二つの大御事乗りであります。かくてこの柏原の宮に我が国第一代の天皇初国白須須米良命として御蔵に上らせられ、めでたくも中津国平定の大業をご成就あそばされました。それが今を去ることおおよそ2600年の昔、あのと鳥の年正月元旦、すなわち太陽暦の2月11日でありまして、今日紀元節として祝い立てまくる日にあたっております。山の牛虎の巣の御捧ぎは神武天皇の御霊であります。ああ天津棺の大業を推し広め、天下を一大家族となし、世界全人類と共にその生を楽しもうとのご理想、なんという平和的な大御心でありましょうか、なんという積極的なご理想でありましょうか。神武天皇の仰せいだされた八甲一宇の大精神は、弱肉強食の侵略主義にあらず、力をもって他を圧する征服主義にあらず、生成発展万法教は古今東西に施してもとらざる天皇道、すなわち行動精神であります。かかる大昔の世に
こうした広大人事平和的なご理想のもとに、君は民をこのごとく愛したまい、民は君を父母として懐かしみ立てまつり、君民一体愛わし愛助けて、建国の大業を成就あそばされた我が皇室と臣民との関係を思うとき、我良き国に生まれたりとの限りなき喜びと感謝と義勇奉公の念とが心の奥底より湧き上がるのであります。我ら日本民族には万法無比の国体に根ざした三つの宝があります。その一は高等の万世一系なること、その二は国土の明備修礼なること、その三は国民の欲求欲行なることであります。世界広く国王子といえども、一系の高等連綿として数千年を一貫するもの我が国のごときはありません。神武天皇御即位以来、歳月まさに2600年、民心の文言として定まり、いまだかつて乱れず、皇室と臣民とは義は君臣にして、情はなお不死のごとく、歴代天皇の人民に対せられる御人事の数々は語り尽くせぬことであります。その昔、浪速図の高津宮に都せられました第16代仁徳天皇は、ある日高殿に登らせられ、民家より立ち上る煙のまばらなるをご覧になり、民のかまどの貧しきを察して宮殿のご破損を忍ばせたまい、前後6年間租税をお許しになり、お屋根は破れて雨露さえ漏る御殿におわしながら、民の止めるは賃の止めるなりと仰せられました。今堺市の東なる仁徳天皇の御陵は、当時の人民が天皇の御徳を慕い立てまつってお気づき申し上げたもので、三重のお堀を巡らし、規模の雄大なること歴代御陵中第一であります。第96代後醍醐天皇は、鎌倉幕府の横暴無礼を御嘆き遊ばされ、武家政治を倒そうとのご計画が惜しくも漏れて、笠木の山へ行幸を遊ばされました。しかし笠木の城も間もなく陥り、やがて日本海上波風荒き、沖の島へご先行、ようやくご成就遊ばされました剣舞の中高が破れるや、さらに吉野の奥に行幸を遊ばされ、朝敵征伐の御願いも虚しく、京都の空を望んでお隠れになるまで、いつに躍進を滅ぼし政治の乱れを正したもおうとのご神父の数々、ただただ恐れ大きい限りであります。箇所よりも文書に悲しい吉野山に、後醍醐天皇をお祭り申した寛平大社吉野神宮を拝すれば、南風木曽あざりし当年が忍ばれて、そぞろに御座を催すのであります。第105代後奈良天皇は、戦国の世皇室御推理の際におわしながら、悪い病が流行して多くの人民の死にゆく様をご新年遊ばされ、御自ら般若心経をお写しになり、その奥書きに、今年天下大いに益し万民死亡す、新民の父母となって徳足らず、甚だ自ら痛むとお印遊ばされ、京都醍醐寺の座主偉業創上をして悪役大賛の祈祷をさせになりました。日々の御陵にさえことを書かせたまいながら、その民草を憐れませたものの厚き心に関係のほかはありません。この京都深草の法華堂の御捧ぎに、後奈良天皇を葬り立てまつってあります。
第121代孝明天皇は幕末国事多難の世に好意を踏ませられ、折から黒船との条約問題等で国論が沸騰し、地球存亡の時にあたり王国の前途に深く心身を悩ませられましたことは、朝夕に民やすかれと思うみの心にかかること国の船の余勢を拝しましても明らかに伺われるのであります。しかし徳川幕府が大政を奉還いたし、100年にわたる封建政治が倒れて明治ご一新の御代となりましたのも、孝明天皇ご新年の賜物と申さなければなりません。京都潜入時の後ろなる後の月のは東山の御捧ぎは、孝明天皇を葬り立てまつった御陵であります。第122代明治天皇は近代日本の礎を固めさせられた英主であらせられます。古代46年間不運の進展、国威の発揚、すべてこれ天皇の大御一にほかならないのであります。明治天皇増しまさずば、今日の世界的日本はないと申しても過言ではありません。明治神宮外苑なる聖徳記念絵画館を廃止ますれば、80枚に上る名画に天皇ご一代の御事績と御聖徳の数々が伺われます。これはその一つで、明治天皇が親しく維新の後進岩倉公を病床に訪ねさせたまい、公があまりのもったいなさに病の身を起こして恐怖探求いたしている姿であります。これは明治天皇が日清戦役の際、広島大本営において真夜中に参謀次長の戦況操縦を聞こしめされているところであります。今も広島城内に残るお粗末なる木造洋館の一室、ここを御座所に当てたまい、極寒の冬を通してそのお火鉢のほかには何物をも用いさせられず、日夜栄領出征軍人の上に注がせたまい、その老苦を忍ばせられました近江心、誠に感激の極みであります。山の御捧ぎにぬかづけば、英霊今なおいまして、低音のありがたさに涙のこぼれる思いがあります。阿公党124代一系連綿として極まりなき、この国に生まれたる幸福を感謝し、高祖高僧のご聖徳を忍び祀るべく、歴代の御陵を順拝にいたしますことも、我ら皇国民のみの持つ一大光栄ではありませんか。外国の歴史には王室が栄耀栄華に敗して人民は途端に苦しんだ実例がたくさんあります。日本には人民がおごり王室がご窮乏を遊ばされた例こそあっても、人民が虐げられて皇室のみ栄華を遊ばされた歴史はありません。思えば我が皇室のありがたさは全ての比較を超えたる絶対の尊さ、ありがたさであります。
は今だかって外敵の侮りを受けたることなき誇るべき金王無欠の国土を持っております。我が国で一番古い国史の書物古事記や日本書紀に書かれてあります通り、我が国土は太古の世イザナギの御子とイザナミの御子と申す二柱の神様が大見遊ばしたものと語り伝えております。かつて国土が出来上がるやついで三千草木をはじめ多くの神々をお生みになり、最後に雨の下の主として最も尊いアマテラス大御神をお生みになりました。この語り伝えこそ実に生成発展してやまない日本民族の結びの思想の表れでありまして、したがって草木国土と国民とは同胞兄弟であり、日本国民の愛国心は源をここに発するのであります。どうかの神が君の祖先民の祖先とともにその国道も合わせ生まれたという語り伝えは世界の神話中にも珍しいことでありまして、従って神によって生み出された祖国と祖神と祖民とを完全に持ち続けて幾千年の久しきに及んだ例もまた日本の他にはないのであります。地球という大地の上に幾百千の国々があるいは栄えあるいは衰え、たちまち起こり、たちまちに滅びた五千年の世界史の中に、すでに三千年の弱いを伝え、さらに未来に地をよろずよの栄えを信ずる者が日本の他にありましょうか。しかし、国史を紐解けば、我が日本にも、いにしえより幾度か外敵に襲われようとした記録があります。あかんずくその最大の国難は、昭和4年の元寇であります。時の執権北条時宗の一例のもとに諸国の武士は競うて西国に集まり、北九州の海岸に今なお残る石類を築いて惜しくも御殿これ務め、さらに不思議にも天領の伊勢の神風がこれに加わって、ついに10万の猛虎軍を四川の軍艦もろとも玄界灘の底の木図と沈めたのであります。この元寇に際し、四国も亀山上皇は恩義をもって国難に変わらせられようと、御神筆の願文を伊勢の新宮に建て祀られ、さらに、東水八幡宮に御参道、結国幸福のご祈願を込めさせられましたのも、国を思わせられる大御心、ありがたき次第であります。近く明治の世となり、我が国力を落として戦った日清日露の二大戦役においても、我が軍は進んで国外に戦い、敵をして一歩も我が国土を踏ましめなかったのであります。かく、我が国が上皇以来幾度か国難に遭いながら、終始一貫国土を金王無欠に守り得たのは、高僧の神霊のご加護と、大和魂すなわち行動精神をもって国土を守り続けた民族的愛国心の力でありまして、その愛国心は日本民族の神の国思想から発するのであります。神国という語は古くから我が国体の尊厳を説く場合必ず出る言葉でありまして、神宮皇宮の三冠水没の時、白木王が我聞く東に神国あり日本というと、すでに日本を神国と呼んでおります。平重盛がその父清盛の無道をいさめた言葉にも、それ我が朝は神国なり神は比例を受けたまわずと申しております。北畠近房はその著春納昭唐記の開館第一行目に、大日本は神国なり天祖初めて元湯を開き、日の神長く党を伝えたも、我が国のみこのことありと申して、世界無比の国体を明らかにしました。幕末国事多難の際、藤田東湖は、天地盛大の木、水前として信州に集まると、その世紀の歌の壁頭に記し、
さらに信州垂れか君臨す万古天皇を仰ぐと栄じました。明治の世富士山を栄じた乃木将軍の死に徳をやめよくくたる風物の美地霊人血呉信州の句があります。東海の天を抜いて義儀として泉州にそびえる富士の霊峰こそは誠にこれ日本精神のシンボルでありまして、大地の精霊が凝ってこの世界的名山となり、中高雪義の人血とその美を競うかのごとくであります。上層の